ターレイの温泉広塚佐教区、ターレイの温泉広塚佐教区は、台東北部にある広塚佐教区。ザココンンサコンナ高温県無安サコンナ高温群、テイサバーンタムボンターレイに、司教座を構える。この大司教区は25,477平方キロメートルの面積を抱え、2001年の時点で49,489人のカトリック信者を抱える。 広塚佐教区内の310万人の住民のうち1.6%がカトリック信者である。30地区の小教区、51名の聖職者がいる。広塚佐教区内はカーラ神県、ムックダーハーン県、ナコンパノム県、サコンナコーン県を管轄する。また会組織として以下の3つの教区を持つ。この大主教区の前身は百九十九年五月四日に、 発足した台東北部と現在のラオス領域を統括するラオス大マキが前身になっている。大北区の始教座はサコンナコーン県のバーンの温泉に置かれた。1938年大北区の北部地域がビエンチャン・ルアンプラバーンチマキとして分離。さらに1949年ラオス王国の独立に伴い、1950年12月21日、 ラオス領内の大牧区はターケークチマキ区となり、大領内の大牧区はターレー大牧区となった。1960年ターレーの温泉園大巻区に名称を変更し、1965年12月18日には市教区に昇格した。市教座制度はターレー軍馬ターレーのノーンハーン湖畔にあるセミカエル大制度。ターレーの温泉が 死教区になるまでは運営は主催代理である助人司祭によって行われた。ありがとうございます。